東姫路駅は、兵庫県姫路市,市一の合あざ高田にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRA84、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。JR 山陽本線、万丹線、姫新線の連続立体交差事業による、再開発、区画整理区域など、周辺市街地の土地利用を促進し、 周辺住民の利便性や周辺公共施設へのアクセス性を向上させることを目的に設置された。事業費は29億円であり、内訳は、駅施設に27億円、駅前広場整備に2億円である。駅施設費用のうちに、3は、国庫補助金を含む形で、姫路市が、駅前広場整備は、全額姫路市が負担している。駅名の由来は、 全国的知名度がある姫路駅との位置関係を示すことで、所在地をイメージしやすくするためとしている。12両編成対応の相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。ホーム2四半分には上屋が設置されている。地上駅舎に自動改札3通路と券売機3台、上下ホームにエレベーターを1機ずつ設置。 アーバンネットワークエリアに属しており、アイコカよび定型 IC カードが利用できる。開業当初から、緑の窓口は設置されておらず、緑の券売機プラスが設置されている。駅業務は、JR 西日本交通サービスへ委託されている、業務委託駅で一部無人時間がある。駅、出入口にタッチパネル式の案内板が設置されており、周辺地図や時刻表などの確認ができる。 また改札外にトイレ、改札内に駅スタンプが設置されている。東姫路駅のタッチパネル式案内板。2007年3月18日以降に開業した JR 京都線、JR 神戸線の新駅には駅独自の接近メロディが導入されていたが、当駅には導入されておらず、JR 神戸線標準接近メロディのさざらみの音質をアレンジしたものが流れる。 日中時間帯は1時間に2本が停車する。朝席時間帯は本数が多くなる。三宮、大阪方面の上りは一部を除いて、加古川駅で新快速と乗り換えができる。列車種別は大半が西明石駅から快速であるが、22.23時代には西明石駅の普通列車が設定されている。下り列車は原則として姫路止まりか。 阿ボ駅であるが、朝晩には、上氷駅きや高線直通の晩周阿口駅が少ないながら設定されている。兵庫県統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は1413人で、ある。開業以降の1日平均乗車人員は以下の通りである。当駅は市川の西岸に位置している。ありがとうございます。